はい、皆さん、こんにちは。リッキー社長です。今回はですね、まあ、今回は先日ですね、アメリカの方で行われた、トランプさん VS バイデンさんのですね、テレビ討論会に関するところのですね、お話をしていくのとともに、あとは日本国内におけるですね、ちょっと様々なね、問題が今直近にね、いろいろあるということで、まあ、そちらの方にもですね、触れていきたいというふうに思いますので、ぜひ最後までご視聴いただければと思います。で、つい最近前ですね、まあ、こちらのチャンネルが14日間の投稿停止処分になっていたんですけれども、まあ、今後もですね、そうした措置が取られる可能性は十分にありえますし、 まあ、そもそもこちらのチャンネルがいつまで存続できるか正直わからないところです。まあ、なので、そうした際のですね、連絡手段や日々の情報発信に関してはですね、僕の運営している X や、あとはね、サブスタックというメルマガ配信アプリの方をですね、スタートしておりますので、そちらの URL が概要欄の方に貼り付けておいてありますので、まだフォローやメルマガのご登録などされてないという方はですね、ぜひそちらの方からよろしくお願いいたします。というわけで、本題の方にね入っていきたいというふうに思うんですけども、まず最初にですね、これはね、あの、かなり重要なお話ではあるんですが、まあ、全然なんか まあ、一つのね、ちょっとしたイベントぐらいな感じで、こうね、世の中的には取られているのかなというところでですね、まあ、ちょっとお話しさせていただくんですけども、まあ、来月3日からですね、新紙幣がね、出回るということでですね、まあ、徐々に徐々にですね、まあ、そちらの方ね、まあ、残り3日、4日っていうね、ところにもなってきているということで、まあ、様々なね、声が上がってるかなと思うんですけども、まあ、これすごい話なわけですよ。20年ぶりぐらいにですね、変わるというふうなところなわけなんですが、まあ、これ結構ですね、 いろんな問題というか、まあ、こういった思惑があって政府は、ね、やろうとしてるんじゃないかっていうね、ことが言われてるわけなんですけど、一、まあ、つね、不可解なポイントとしては、これだけデジタルデジタルとかね、まあ、そういった形でね、まあ、言ってたりとかするような、まあ、世界のね、状況の中で、なんでこのタイミングでアナログ紙幣をまたすろうとしてるのかなっていうね、ところとかですね。あとはですね、まあ、これがね、一番有名な話かなと思うんですけど、これが発行される理由っていうのは、 国民が、まあ、要するに隠し持っているタンス預金を炙り出すためのね、えー、ものであったりとかすると。で、そしてこの紙幣自体に、ね、は、これは定かではないんですけれども、えー、マイクロチップが埋め込まれていて、まあ、どっかを通過しても全部データ集積ね、されていくような形になるから、えー、後を追うことができるみたいなね、どこを通ったかわかるみたいなね、まあ、そういった使い方するんじゃないかみたいなね、まあ、そういった憶測もね、えー、飛び交っているところであるんですけれども、まあ、それこそ戦後の日本とかでですね、実際こう、まあ、預金封鎖とかね、 そういったたものが起きまあ、今の日本のね、社会情勢っていうのはそこに結構似通ってきてると、まあ、それこそ食料不足だったりとか、食料危機っていうものがですね、発生する可能性もあるんじゃないかということもね、言われてたりとかしますし、まあ、あとはですね、ハイパーインフレとかそういったね、問題が起きたりもするんではないかということもね、言われてたりとかすると思うんですけれども、まあ、実際その戦後ですね、インフレが進みすぎたときに、まあ、政府は預金封鎖したりとかね、まして、で、まあ、それでね、円のね、流通量の調整をね、行うっていう名目で、まあ、そで、 そういった形で乗り出したりとかしたというね、えー、ことがあったわけですけれども、まあ、実際裏で言われてたのは、さらなる課税をするための、まあ、確認として、まあ、そういったことが行われたとも言われてたりとかするわけですよ。だから、この新紙幣に切り替えることによって、まあ、どういった形でやられるかっていうのはですね、まあ、正直わからないというか、さまざ、あ、まな方式あるかなと思うんですけれども、まあ、何かしらの形でマイナーカードとかそういったところと紐付けたりとか、まあ、もしくは、えー、世の中のシステムがね、まあ、これはなかなか変わない。 考えにくいかなとは思うんですけれども、まあ今までもですね、旧紙幣使えてますから、まあそういったことは考えにくいのかなとは思いますけれども、まあその新紙幣しか使えないよというような形にして、ということは、まあ旧札とかね、まあそういったものを持ってても紙切れ同然になっちゃうわけなんで、やっぱみんな交換しに行くわけじゃないですか。だからまあそういった形で炙り出すんで、そしてその交換する際にマイナーカードを提出しないとそういうことできませんよみたいな形にしてですね、まあそれで国民のね、あの本当の資産状況を把握 しようとしてるんじゃないかというふうにも言われてるわけですよまあ、その一つの要因として信任さとかも同じような感じなのかなと いうふうにもね、言われてたりとかするかなと思うんですが、まあこの辺はですね、まあ実際どうなのかというところであるんですけど、ただ実害的な部分ね、ただまあ実害的な部分としてはもうすでにね、あの分かっていて、まあそれこそですね、まあいろんなところに決済システムっていうところで、まあ、例えばバスとかのね、運賃箱の、まあ新紙幣とかの対応に対して1台あたり100万から200万円とかね、かかることが、えー、分かっているというわけで、これ大型な、なんていうんですかね、会社とかだったらとんでもない金額かかったりとか、えー、する わけじゃないいでででですすか。でまあ、そういったところで国土交通省の方ではですね、キャッスレス決済の、まあ、限定バスの運行をまあ認めていたりもするということで、まあ、一応まあ抜け道というかエスケープゾーンみたいなものはねあるっちゃあるんですけどこれ至るところで起きると思っていてで先ほど言ったように、まあ、仮にこの新紙幣しか使えませんよ的なね状態になったとしたらばですよ、まあ、その辺にある飲食店とかね、まあ、特にラーメン屋さんとかそういったところはね本当に超大打撃なのではないかなというふうに思いますし、まあ、そうなった 際にですね、まあやはり切り替えのね代金とかをまあ 政府がね、負担してくれるわけでもなさそうですから、そういったところでですね、潰れる店舗とかね、まあそういった企業もね、まあかなり出てくるんだろうな、というふうに思うところです。まあそれで潰れればね、またそこを海外税がね、買収しまくるというようなね、そういった構図になっていくのかな、というふうに思いますし、まあこの一つとってもですね、かなり様々なね、問題というか、まあそういったものが予想できるな、というふうに感じているところなんですね。まあ皆さんもですね、この新紙幣に関するところで何かね、思われていることとか情報を お持ちでででしししたたた、ね、コメント欄にに書き込んでいいいいいだければという,ふうに思まますすのでよろしくお願いいたしますで次がですね、2025年開催予定の大阪万博のお話なんですけども、まあ、ここ最近僕大阪万博の話めっちゃ取り上げてますけれども、も毎日のように問題が出てくるっていうところでですね、まあ、先日はですね、一酸化炭素とか、まあ、硫化水素が、ね、検出されたという話が出てきていたりとかして、まあ、それこそね、まあ、人間の命にもね、直結してくるような問題だよねというお話してたんですけども、そこからさらに出てきてですね、あの夢 島でですね、殺人アリって言われているヒアリ。まあ、最近結構有名になってきたかなと思うんですけど、まあ、外来種ですよね。で、日本に、ま、何らかの形で入ってきて、まあ、どっかで、ま、繁殖してたりとかするっていうこともね、まあ、割とテレビとかでも取り上げられてるかなと思うんですが、そのヒアリがですね、なんとこの夢島で550匹発見されたということで、これ550匹ってどうやって数えたのいちいち数えたのっていうね、感じではあるんですけれども、まあ、そういったね、えー、ことが、ま、言われてるわけですね。 もうね、地盤沈下もしてるわ。メタンガスで爆発事故は起きるわ。一酸化炭素や、ね、硫化水素まで蔓延してるわ、みたいなね。で、そしてヒ焼リもいるわ、みたいな。まあ死がテーマのね、大阪万博ですから、まあ、まさにふさわしい会場なのかなというですね、まあそういった皮肉ったね、まあご意見などもあったりとかしますけれども、まあそういったリスクの部分ですね、命に関わるようなリスクの部分を海外勢には全く知らせていなかったとかね。まあそういった問題もあったりとか、そんなものをですね、こんな強行してやる必要あるのかなっていうことは問いたいですよね。 いや、おそらく大阪万博、まあ、やった方がいいんじゃないかっていうご意見の方とかも、そういった事実を知れば、まあ、少し意見変わってくるというか、いや、むしろ知らなかったよ、みたいなね。 声の方が多いんじゃないかなというふうに思いますし、まあそもそもスカイツリーの建造って確かで400億円ぐらいでしたっけね。で、なのにも関わらず、まあそのね、大阪万博で作られる木造リング350億円とかそんな感じだったと思うんで、まあどんな費用の分配になっとんねんっていうね、まあ中抜きし放題でしょ、マジでみたいな感じで,ですね。まあ、この、まあ万博に関しては本当利権の匂いしかね、しないなというところであるんですけれども、まあ今そういったところにですね、小学生は無料招待とかいうようなね、形にしようとしていたりとかですね、まあ かなりね、集客面でもね、まあ、あたふたしてるところなのかなと思うんですが、こういった情報を知ったらですね、多分行きたくないと思うんですよね、普通に。だって爆発する可能性だってあるし、あの、アリに構われてアナフィラキシーなくなる可能性だってあるしで、しかも硫化水素でね、濃度高ければ即死ですからね。まあ、そんな場所にわざわざ自分から行くやつおらんやろと。むしろ危険区域指定しろよっていうぐらいのね、状況になっておりますので、 まあ、なかなかですね、本当に今の段階でこれですかね。やばいんじゃないのって感じですよね。はい。で、次、これがですね、えー、まあ、移民関連のお話で、クルロー人のね、お話になりますけれども、まあ、このですね、よくね、まあ、アベマ TV とかでもね、え、出ていた動画がですね、X などで回ってるかなと思うんですけれども、まあ、難民と言われているマヒルジャンというですね、ま、あ建設業者だったかな解体業だかの、ま、社長をやってるみたいな、まあ、別に永住権もないようなやつですけれども、まあ、こいつがですね、いろんなね、問題発言をしまくってたりもするわけですよ。まあ、TikTok とかにね、 出回っていますけれども、フェラーリとかそういったものでですね、手放し運転をしてたりとか、もうとんでもない速度でね、めっちゃ走ってたりとかするようなね、動画が出回ってるわけですけど、誰もこいつを摘発しないというですね、ほんと警察もクソだなっていうね、えー、ところであるんですけれども、まあこのマヒルジャンがですね、またなかなかやばいこと言ってるということで、来年はいろんな地盤を作っていく。私は土地を買うのが好きだと。いろんな人と関係が悪くなるかもしれないけど、その日になれば、まあ日本人に、 あななたたたちに勝つのは私たちだと思いいいますすみたいな、ね、発言をしていてですねそもそもこのね、なんかこう、今、難民として入ってきてますけど、こいつ違う言い方をすれば、不法移民ですからね。で、そいつがなんか会社をやってたりとか、なんで土地が買えんねんっていうね、えー、形ですし、そもそもまあ税金払ってんのかみたいな、なんかそういう質問に対してもかなり濁してね、答えていたりとかもするということで、なぜこんな、 まあ素人が見てもね、まあ様々な疑惑だらけのやつをですね、国税も警察もなんでほっといとんねんっていうところじゃないですか。もう納得してないというか納得できない日本人めちゃくちゃいると思いますし、まあこんなものですね、もうデジタルタトゥーというか、 あの、SNS でですね、もう調べられ放題なね、状態になっているにもかかわらず動かないというね、動かぬ証拠があるのに、まあ、動かない。そういったですね、もう司法のね、まあ、崩壊だったりとか、まあ、警察組織のですね、もう全くこう使えなさというか、なんかこう市民の安全性とかね、まあそういったものを守る組織ではもうないんだなっていうなね、ところでですね、まあ非常にこれね、やばいですし、そもそもね、まあ世の中ね、本当の難民の人とかもいたりとかするんで、まあちょっとね、そんな尖った言い方はしませんけれども、まあ なんかね、さっきも言ったような感じで様々なま、ね、な違法をしていたりとかでそして日本人は、まあ、ある意味、まあ、一応ね何もせずにうん、まあ、こいつをです、ねまあ、野放しにしてあげてるというか。 まあこう黙って見ててあげてたりとかするわけじゃないですか。それで付け上がってきてるこの感じ。もうそろそろやばいんじゃないのっていうところですし、そもそもさっき言ったような感じで、まあ、警察とか司法がね、機能もしないような状態になるのであれば、もう民間で葬るしかなくなってくるっていうの話になってくると思うんですよね。で、実際もう川口の方では、まあそういったね、えー、まあ警察使えないという事態になっているということ自時計団がね、えー、出ていると。 いうようなね、状況なわけですし、で、結局、自警団もね、できることって、まあ、そのパトロールしたいとかね、まあ、そういったレベルのことしかできないですし、まあ、仮に多分ね、応戦するような形になったりとかしたら、多分ね、難民とか、まあ、そういった認定というかですね、まあ、認定すら受けてないんですけど、 まあそういう外国人ですね。が、えー、まあ、おそらく、まあ、許されるような形になって、日本人だけ豚箱にぶち込まれるみたいな、なんかそういう形になるんじゃないかという懸念もね、様々あるわけですね。まあ、本当にこの移民問題ね、今のうちに食い止めないと、まあ、今ならまだ間に合うと思うんですけど、ね、まあ、今のうちに食い止めないと、本当に、まあ、これから、半端じゃない、えー、殺人事件とかね、まあ、そういったものが起きていくかなというふうに思いますので、ここら辺は直ちにやっていただきたいなと思うところですね。で、次、こちらもね、日本のお話ですけれども、まあ、今ね、東京都知事選がですね、7月に行われるという とということでまあもうここもですねいろんなことが言われていても犯罪者天国みたいな状態になってるって言われてるんですけれどもその中で小池百合子さんがですねなんとまた。 公職選挙法違反で告発されたということで、しかもこれ都民の方々175人が出してるわけですよ。しかもこれ2回目ですよ、刑事告訴。もうちょっとやばすぎるなっていうところですよね。まあ今、石丸さんもですね、まあ公職選挙法違反なんじゃないかというか、もうその証拠までちゃんと残っちゃってるっていうところで、終わったら、この選挙終わったら、まあ逮捕案件じゃねえみたいな話も出てきたりとかするわけなんですが、まあ本来の形であれば、まあ結構な人数が、あの、もう逮捕されるような話になってくるんじゃないかなと。 思うレベルですね、まあ、実際ね、翼の党とかも逮捕されてますからね、あれも公職選挙法違反と言われてますけど、なぜこの小池さんとか石丸さんとか、まあ、蓮舫さんとか、その辺は平気なのかが本当に訳わ,わかんないなというふうに思うところですし、あとはまあね、ちょっと著名人たちが蓮舫さんを押し始めたっていうところですね、お前らそっち系だったのかっていうね、まあ、ある意味ね、分かりやすいような状況になってきたなと思うんですが、これ小池さんどうするんですかね、マジでね。まあ、かなり地獄絵図なね、状態というか、えらいことになってきてるなというふうに思うんですが、まあ、ちょっとこの辺はですね、 非常にね、重要なえポイントかなと思いますねまた情報ってお話をね、していきたいと思うんですが、いやー、ちょっとですね、本当にこの緑のタもうはたけばはたくほど、ほこりどころかゴミしか出てこないっていうね、えー、ところになってますから、まあ、今後もちょっとウォッチしていきたいと思います。で、次がですね、こちら最後になりますが、これはアメリカのお話になりますが、先日のですね、まあ、アメリカで行われたトランプさん対バイデンさんのテレビ討論会も、これ見た方、ね、まあ、大勢おられるかなと思うんですけど、ちょっと僕、悲惨すぎて、もう、 見るに堪えないというか。 もうバイデンさんって、まあ、最近日本でも言われ始めましたけれども、まあ、やっぱ認知症が進みすぎているというところで、まあ、他国の首相とかにもね、まあ、やばいこと言っちゃったりとかですね、もうとんでもない状況になってたりとかするわけですけれども、未だに、まあ、民主党の方はですね、まあ、それを泳がしているというか、なんというかっていうところですけれども、まあ、なんて言うんでしょうね、まあ、これね、まあ、結構賛否両論あるかなと思うんですけど、なんか僕は、どんな悪人でも、善人でも、やっぱりこう、人間としてのなんか尊厳をわざと破壊するような、なんか、 ことっていうのはあんま好きじゃないんですよねまあ裁くならちゃんと裁こうぜっていうね、えー、ところでありますしまあそのねやってきたことのね度合いにもよるかなと思うところであるんですけれどもまあそれで言うとバイデンさんはね自業自得とかよく言われてるかなとは思うんですがまあ、認知症っていう状態になるとまあねまあ、過去になんかやっ てたとしてもその善悪関係なく、まあ、自分がどういう状況かってなんかわかんなかったりとかなんかそういうなんて言うんでしょうねまあちょっと難しいですけどまあちょっとまた違うくくりのタイミングになってるのかなっていうふうなところであるんですけれどもそういった中でその状態がもうわかって もう本当ですね、だからもう15秒ぐらいずっとなんかうつむいたまま静止しちゃったりとかですね、なんかこう認知症テストね、トランプさんは俺は2つ受けたけども何もなかったぜっていうね、でそして JB は何も受けてないぜみたいなね、話もしてたりとかするんですけれども、ちょっとさすがにこれは、まあ高齢者虐待なんじゃないかっていうのうな、まあそういった声も上がっていたりとかね、まあするということで、まあ、民主党はもう もう終わりだともう完全に終わってるというような、なんかそんなね、えー、ことも言ってたりとかするんですけれども、ただ一方で、このバイデンおろしをすることによって、まあ、オバマがですね、また出ようとしてたりとかするんじゃないかというふうにも言われてたりとかするわけですね。まあ、なんかアメリカってちょいちょい憲法をね,なんかこうねじ曲げてというか、変えてくるような、ね、形でですね、まあ、大統領任期ね、決まってたりとかするわけですけど、まあ、そこをですね、まあ、突破してくる可能性もあるんじゃないかという、ね、ことも言われてたりとか、それに対してカマハリとかがなんか、ぶち切れてるみたいな話も出てきてたりとかするんですけど、 もまあ、このタイミングで民主党を抑えも火の車みたいな状況になってきてるなっていう、ねえー、ところでですね、まあ、ある意味、トランプさんもですねなんかもうずっと見てるともう眉間にしわ寄っててそのこいつ、本当にもう大丈夫かみたいな、ね、感じでバイデンさんのこと見てたりとかしてですねなんで俺、こんなやつと戦ってんだろうみたいな,なんかそんな感じのちょっと、ね、雰囲気が、ね、こう漂ってたなと。 いう,ふうに感じるるところであるんであんすが、まあ、ただ、バイデンさんはまだまだなんか打ちのめされても立ち上がるというです、ね、ことを言っているということで、もう,もうやめてあげてよという、ね、ところかなというふうふに思いますし、まあ、なんかジル・ジルバイデンさんもですね、ジル・ババアもですね、 なんかこう、まあそういう乗っかるというか、なんかバイデンが、ね、夫が大統領なんだ、みたいな、大統領府にいることが誇りなんだ、みたいなことをね、まあ、言ってたりとかするんですが、まあなんか、そろそろバイデンファミリーは完全に終わりそうな雰囲気になってきたなというふうに思います。まあちょっと本当に今年ですね、もう半年過ぎたというところで、まあ、11月にある大統領選にね、まあ、突入するかなというふうに思うんですけれども、 まあその間にですね、様々、いろんなことがね起きるかなというふうに思いますので、またそういったね情報を集めて僕の方からも発信していきたいというふうに思いますので、ぜひ今後ともこちらのチャンネルの方よろしくお願いいたします。で今ですね、この YouTube の規制がまだまだ厳しいというところで、こちらで発信できない内容に関しては、僕のお知 X やサブスタックの方で発信をさせていただいております。そちらの URL は概要欄の方に貼り付けておいてありますので,で、皆さんフォローと追加、チャンネル登録、グッドボタンの方よろしくお願いいたします。というわけで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。それでは皆さん、バイバイ。